Just tell me why, baby. That might call me crazy. For saying I'm fine until there's no more.最大までシンガーソングやってます、ともきと申します。よろしくお願いします。今日もミックスボイスの話していこうと思うんですが、ちょっと、ね、冒頭ね、ワンクロックさんのビギニング、ザ・ビギニングというねサビのワンフレーズだけ歌わせていただいたんですけど、まあ高い声はねもちろんそうなんですけど、英歌詞がね結構やっぱり流暢な、発音というかリズムと、まあ、これ流れるような歌詞メロディーなので、結構ね高い声以外にも難しい要素はあるんですけど、まあこれも結構題材として、まあすごい非常にかっこいい歌だし、あのミックスボイスの練習の曲の題材になりますので、まあ、この辺ちょっと一回覚えていただきながら、今日の内容を聞いていってもらえると思いま す, です、ね、今日のメインテーマとしては、まあ一応やっぱり高い声、ミックスボイスなので高い声をあの発声していく、高い声を太く発声していくための、まあ、ちょっと具体的な練習方法を1個お話しすることと、あとそのこのザ・ビギニングにあの付随して、この歌の魅力、いいところ、まあこの、まあ、高さんですよね、あの歌うまい、もううまい、うまい、うまいとして言えないですけど、この良さと、あと英歌詞、このね、まああのワンオクロックさんは、まあ、特にそうなんですけど、まあ、あれかエルレガーデンさんなんかもね結構そうですけど、英語歌詞は結構ねやっぱりねかっこいいんですよかっこいいし、あとその英歌詞とはあの日本歌詞ってやっぱノリが違うので、まあ発音発声慣れないと難しいと思うんですけど、これちゃんとマスターするとやっぱり歌かなり広がるし、まああのねミックスボイスをもう絡めてやっぱりこうかっこよく歌えるには英歌詞も結構ポイントなんで、その辺も最後解説したいと思いますので、ぜひ最後まで見てくれればと思います。ということでですね、今日ミックスボイス、具体的な練習方法1個、まあ、ご紹介しようと思うんですけど、まあ、このザ・ビギニングにもかかわらずですが、ハイ C、 最高音はハイ C になってます、まあ、もう超高いです。その音程をしっかり太さを取って出すには、もう最初に言った声帯の閉鎖、声帯の閉鎖、テンション、鼻腔共鳴、しっかり全部できていることはまず前提となります。で、この辺の練習は、まあ、あのいろんなパターンがありますけど、この中のいろんな複数ある中の1個、今日1個ご紹介するということなんで、まあ、これが全て、これで全部完結するというわけではないので、そこでご了承くださいということで、今日の補習外練習メニュー、ノン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 、なにぬねのなですね、な、な、な、このなんなんなん、これは一応鼻腔共鳴ができます。で、一応この兄弟というか、一応同じ鼻腔共鳴、高い声太くの発声練習に効くなんなんと、もう一個あります。それがねい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 、なにぬねののねです。最初はなんなんなん、これでした。これが、ビッグ共鳴になったんですけど、もう一個のパターンもな行ですね、同じな行、なにぬねのの中にあるなんと、なにぬねのね、ねい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 、どちらも鼻腔共鳴、高い声を太く、まあ、響かせて太くするということなので、その鼻腔共鳴を育むのに非常に、役に立ちます。まあ、方法としてはミドル E、 男性の場合はミドル E で、女性の場合はなん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 、まあミドル G からハイ A あたり、まあ女性の場合、まあできる方は男性は、まあ音域はね上げてってもらっていいんですけど、自分にとって結構その、まあ音域は高めな音域で、なんなんねいねい、どちらの発声でも構いません。このなんかねいを発声することによって鼻腔共鳴をとって太さをとっていく練習です。で、一応音域、まあ今日ちょっとミドル E でいきます。なん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 、まあ音域としてはミドル E でスタートしたらミドル F、 ミドル G、 まあ音域ちょっと1に上がってまた戻ってくると。でも上がる音域の高さとしては、まあ、やっぱり地声と裏声をミックスさせて発声する音域になりますので、まあ、このフォームが崩れない範囲、要するに自分がもう完全な裏声に行っちゃったりとか、もう張り上げちゃうっていう部分はダメです。もう音域としては自分がミックスボイス出せる、要するに地声ベース、裏声ベース、このバランスをしっかりキープできて、その音域、ごめんなさい、ミックスの音を
鼻腔共鳴で増幅させて太さを出すというこの練習になりますので、まあ高すぎてはダメですし、もちろん低すぎてもあまり良くないです。最初のネタはははははミドル C とか、この辺まあ地声が結構メインだと思いますので、なん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 、まあ、この辺でこのなんなんの鼻腔共鳴確認してもらった上で上げていくっていう感覚でももちろんいいと思うんですけど、練習としては音域を上げていった時に鼻腔共鳴で太さを出しているところをまず掴んでほしい。なん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 、これがミドル E です。なん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 、私の場合もミドル G が結構なん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 、この鼻腔共鳴が非常にこう自分の中でこう感じられて、まあこの共鳴があって太さが出てる感じがこのこっちかな、なん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 、この自分の中でちょっとミドルの中の上ら辺を狙って、なんなんねいねいねい、あ、ねいねいでもいいと思う、忘れてた、ねいねいの方も一緒にやってみます。ねい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 、この音域もまあ一応自分でミックスが保てる範囲内の音域で鼻腔共鳴やってみてください。まあ結構ねこの練習してると鼻の方に結構なんだろう、結構息を通すのでこうふわっと湿った感じが普通にまあ普段喋ってる時ってあの鼻腔で喋る人っていないと思うんで、今のなんなんとかねいねいってやってるとこの鼻の方にちょっと温かい空気が行くので、要するにほら息は温かいのでその息が鼻の方に行くとなん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 ねい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 ってやってると結構ふわっとこうもわっとしてくる感じはそんなにまあ大げさなものでもないですけど、まあ鼻腔共鳴ができてるかのサインとしてはなんうんうんうん、ハミングの感じのこの鼻に息がいく、鼻がちょっとこう息で少し湿ってくるというかもわっとした感じですね。もわっとした、難しいな、表現難しいですけど、まあ、鼻の方に息がいく感覚は、これで掴んでほしいと、これで高音を太くする発声をぜひ身につけてほしいということですね。でこのミックスボイス、最初にビギニングでちょっとお話ししてたんですけど、この高い声を太く出すっていう、もちろんこれはこれでまあ大事です。なんなんとねえねえやってもらいたいながらやってるんですけど、さらにかっこよく歌う要素が結構入ってます。ですね、ミックスボイスのプラスすごいなと思ったのが、まあ、やっぱりエッジボイスとかですかね。最初にジアスジアスジアスキミアベイビーやると下手くそですけどジアスキミアベイビーゼマイコミクセイディトセイアフライアティディーズビグイモー、ちょっと今オクターブ下げましたけど、やっぱこの音頭の発声の瞬間、まず歌い出しとかでかっぱ、ジアスキーミジアスジアスキージアスキーミーはみたいな感じでこういきなりこうジアスキーこうパッと音を輪郭をはっきりさせずにエッジボイス入ったりとか、こう息漏れ、あとこのキーミーやベイベーみたいな感じのこれもやり方下手くそで申し訳ないですけど、やっぱりこの音を取れればいいってもんじゃなくて、エッジボイスとかも音でビブラートとか、最後歌息漏れでこうやってちょっとこうアンニュイな感じを出したりとか、まあ、表現の部分ですよね、まあ、この辺も非常にいいなと思ったので、まあ、かなりこの辺しっかり私もねちょっとまだ練習中なんでちょっとね一緒に頑張りましょうって感じですけど、エッジボイス息漏れ、あとはまあってこう裏声で少しこうひっくり返すような感じ、これも要所要所入っているので、まあまあまあこの辺は一緒に、まあ、ミックスボイスと一緒に練習したい、ね、歌としての完成度を上げていけたらと思うところではあります。まあこうその技法ですね、歌の技法としてはエッジボイス、息漏れ、あと裏声ひっくり返す、まあ、泣きの部分とも言われるというパートですね。で最後一応 A 歌詞なんですけど、まあ、この A 歌詞はね私も結構苦手です、正直教えてほしいA 歌詞歌コツ、まあ一応まあもうコツって言ったらもう歌ってたくさん歌って練習慣れるしかないんですけど、まあ、実際ちょっと歌ってみてまあ日本語と英語ってまあ根本的に違うんですよね。やっぱり私は〇〇ですとか I am みたいな感じでこう日本語はズン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 ってくるんですけど、英語は I am みたいな感じでこう音がこう繋がってこうフフってこうもうススって流れていくような感じがあるので、まあ一応感覚的に英語歌詞、まあ発音発声歌う時に意識してるポイント、まあこれは意識したらいいんじゃないかなというのを3つだけちょっとご紹介しておきます。1つ、口の動きは柔らかくJust give me a crazy とか crazy ってはっきり言うよね、 crazy みたいな感じで柔らかい感じで発音発声するのがポイント1個目ですね。でちょっとポイント2、
潰れた口の感じ、さっき言った1番目と感じてるんですけど、 Just give me a crazy I'm telling I fight とか言って、こういうはっきり発音するんじゃなくて I fight, I fight、 こう口もちょっと fight っていう発声はしてるんですけど、ちょっと潰れた感じ、そんなに大げさに動かさない Until the end more、 で途中で日本語入ってくるんですけど、 Ray を含んだ線香眼光の感覚的ショードブライで I can see the end みたいな感じで日本語と英語になってくる、ま、日本語も結構だいぶね英語に近い柔らかい流れのある発声をしてるんで、高さもすごいんですけど、まあ、A 歌詞のポイント1個目、柔らかくってことを2個目で、ちょっとあまりはっきり動かさない、まあ、潰れた感じ、あ、発音発声にも言いますけど、As I find my calm grade for saying I'm fine, I feel free one more、 もう本当に最初ちょっと今すごいいい加減に見えたかもしれないですけど、それぐらい潰れた発声でいいと思います。はっきり言っちゃうと逆にダメみたいなのがある、これが一応2つ目で、3つ目、流れるんですね、もう何回も言ってます、繋がってるんですね、英語の歌詞の単語って。だから Just give me a baby They might call me crazy For selling a fire for the beat And this is no more And blinded I can see the end みたいな、こうなんか一個一個の単語を Blinded I can see The end The end みたいな感じで、こう音一個一個話すんじゃなくて The end The end とか Can see Can see みたいな、こう一個一個じゃなくて繋がっている、まあ、このリンキングって言われるらしいんですけど、この音のつながりも意識すると、まあ、日本歌詞にはない、まあ、日本歌詞にも結構そういう、ね、要素は大事なので、この A 歌詞を練習することによってそれを日本歌詞にも活かしたいところなんですけど、まあ、一応3つポイントとしては、口を柔らかく、あんまりこう硬くしない、2つ目、あんまりはっきり動かさない、潰れた感じにするっていうこと、まあ、発音もね、まあ、いい意味でごまかすということですね。で最後3つ目、つながっている、この単語はつながっているので、まあ、つなげて流れるように発音するしましょうということ、この辺が英歌詞をするためのポイントですね。まあ、一応今回、ね、初めて英語歌詞の、まあ、ワンオクロックとやってるとほぼ英歌詞にぶち当たります。なので、でこれはねいい機会と思って、まあ、ちょっとミックスボイスとは多少ちょっと違うところではあるので、高い声を発声するっていう練習もしつつ、英歌詞しっかりこう発声できるようにしておくと、まあ、歌える歌の幅、レパートリーは増えます。ぜひね、ワンオクロックさんの結構ねやっぱり人気なんで、男性女性関わるやる方多いんで、ぜひ一緒に英歌詞とミックスボイス練習して、歌、まあ、練習レベルアップにしてもらえればと思います。ということで、今日は、高い声を発声するコツと、ちょっと技法、そして英歌詞についてお話ししました。ぜひね、チャンネル登録といいねボタンを押して次の動画でお会いしましょう。